KP オープニングの世界では、ファンミーティングは、ファンがお気に入りのアイドルとつながることができる、最も貴重な瞬間の一つです。しかし、マナーの悪い人がファンとアイドルの両方の瞬間を台無しにしてしまうこともあります。最近、EN-N のソン君と失礼なファンが関与してあるファンイベントが、さまざまなオンラインコミュニティで話題を呼び、ネチズンが、この失礼なファンに対して厳しい批判を浴びせた。じゃあどう段階もあるのに。謝り。あに、俺マニラこれダメじゃねえ。ちょっとどんなんだ。ごめんごめん。だどこ手にじゃら。おお。どうだどうだ気温な。EN-N が最近開催したビデオファンミーティング中にソン君をフィーチャーしたクリップが様々なオンラインコミュニティやソーシャルメディアプラットフォームに急速に広まりました。ビデオではファンがソン君と非常に失礼な態度で会話しているのが観察されています。ソン君がビデオチャットにログインするとすぐにファンは非公式に何か言いたいことはありますかと尋ねました。ソン君が当惑して何か言いたいことはありますかと尋ねた。これに対しファンは久しぶりもう言わないのに意地悪だよと失礼な言葉をかける。ソン君はなぜなぜと困惑し続ける。しかしファンは私が誰のファンか知っていますかと言いました。ソン君はまだ混乱したまま、私、と言う。しかしファンは、私のことを覚えてないね、と言い続ける。試練の間中、ファンはソン君を笑いながら嘲笑していた他の人々と一緒にいたようだ。さらに、このファンは、ソン君が迷惑だと SNS でシェアした。彼女は、他の人たちは面白いだけなのに、パク、ソン君は私を怒らせるだけ、彼が仕返しされているようで笑ったと書いた。この投稿は様々なオンラインコミュニティですぐに広がり、他のネチズンのこの問題について2000と共有することができました。ネチズンらは、彼女はとても失礼だ、彼女が彼に対してこんなにカジュアルに話すなんて信じられない、本当に面と向かって罵りたいなどのコメントを寄せた。ソン君はとても混乱していて不快そうに見える。きっと彼女は自分がどれほど狂っているか分かっていないはずだ。彼女は一体彼に何をしているんだ、彼女の何が問題なのですか。これが私が時々アイドルのことを気の毒に思う理由です。彼らは彼女のような狂った人々と取引しなければならないのです。これは彼のファンをとても悲しませるでしょう。なぜ彼女はそうなのですか？